はい、小宮です。笑い北田です。はい、今回なんですけど、はい、ずっとマネージャーになって2年くらいかな、付き合ってずっと一緒に頑張ってくれていた優勝が、TikTok とかでも、YouTube ショーツとかでも見てくれた人はいるとは思いますが、ちょっとその後輩が、マネージャーを辞めることになりました。はい。まあ、これ、まあ、めでたいことなのかな、ある意味。どうなんだろう。まあ、なんかそのわけもなんかいろいろね、ちょっとまあ俺と優勝でいろいろ話をして決めれたら、まあなんかいろいろまあね、今後の角ではお祝いしたいと思うんで、うん、優勝。はい、マネージャーの優勝です。優勝です。今まで2年間くらい約マネージャーしてもらってたんですけど、これまで本当に頑張ってくれて、まずはありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まあなんか、いいところも悪いところも、もちろん知ってるので、まあ、これから優勝は、ちょっとどういう挑戦していくのかは、まあ詳しくは聞いてはないんだけど、まあ頑張っていきたいっていうことでの、マネージャー卒業だったので、ちょっと、そこは素直に応援したいなと思っています。ありがとうございます。で、今回、まあ優勝は、まあマネージャーを辞めたことによって、マネージャーを追加で募集します。で、今までどういう業務やってきた？まあ、主に、小宮さんのスケジュール把握してるのと、あと、先方とのその間、フロントみたいな役割、あと運転だったりとか、撮影同行したりとか、っていうのが、もうほとんどが、まあ、小宮さんの近くに一番長い時間いる人、っていう。ここ付き人みたいな感じ。でもなんか、ここはやっぱもうなんか信頼できないと任せられる業種でもない。だって、家にまで迎え来てもらったりとかさ。会社の車を渡したりとかもするわけだから、うん、それまでやっぱちゃんとその俺が有名になる前から関係性があった上で、うん、ここまで一緒に頑張ってくれたんで、それはなんか本当に一定の信頼関係があってできたことだなっていうふうにも思うし、うん、なんかそれを今新しい人に頼むのちょっと不安だなっていうふうには俺心の心境としてはあるけど、まあ優勝がこれまで頑張ってくれたことをちょっとこれから新しいマネージャーを募集して引き継いでいきたいなというふうに思ってます、うん、なるべくメンタル強めがいいよ。まだまあそうだね、うん、結構さ言うとき言ってきたじゃん、うん、優勝結構きつく言ってきたんですよね今まで。だからそれがやっぱきつい瞬間とかも多分優勝の中にあっただろうし、まあ、最後なんか辞める前からちょっとなんか俺たちの関係性が崩れ始めたりとかもいろいろしてた部分があったんだけど、うんうん、まあなんか今はなんかそういったものを全部取っ払った上で、まあ頑張っていってほしいなと思ってますね、うん、どうなの今の心境的には。まあ本当に多分 ほぼほぼ会わない日ないぐらい2年多分一緒にいたんで、そうだ、ね、多分2日ぐらい空くだけでめっちゃ久しぶりの感じがするぐらいの感覚ぐらい一緒にいたんで、で一緒に住んでる時期もあったんで、確かに一緒に住んでたな。そうっすね。難しいな。多分ブレイキングダウン出る前ぐらいですかね。酔っ払って、オーディションの撮影飛ばしたりとかもしてたんで。うん、そんな中いろいろ、そうっすね。ほんと有名になる前から、ブレイキングダウンで、なんか、スターになってって、そこからまあ TikTok、YouTube とかも伸びていって、うん、なんか不思議でしたね。街歩いてても、うん、もうすごい、人が集まってきて、写真撮ってくださいとかっていうなるのが、近くにいる人がそういう感覚っていうのが不思議だった。なんかそれいいね。全部見てきたっていうところと、まああとその、今やっぱ事業も増えてて、割烹米だったり、まあノンタイトルの方の盆栽だったり、あとまた別で動いてる事業があったりとかして、まあそういう中でその、ただ僕もまあ忙しくさせてもらったんですけど、小宮さんもやっぱ一番忙しくしてたんで、うん、そういうのを見てきてる中で、今思い返すとこのね、まあきつい時間も多かったですけど、成長できた部分だったり、あと楽しい時間もやっぱり少なくなかったなって思いますね。うん、あと普通じゃなんか体験できないようなこととかもできそうだし、そうですね、それが大きかったですね。うん、最初からなんか、一人でやりたいっていうか、夢あったの？まあ、東京に来たのも、もともと自分で独立したくて、来たけど、やっぱ経験とか、あとは頭も良くなかったんで、やっぱり、
人ととにかくつながろうと思って、うん、で、バーで働いてる時に小宮さんとたまたま会って、うん、でそっからそうですね、いろいろなんか手伝ったり皿洗いとか手伝ったりとかして、うん、でプライベートでもなんか箱根行ったりとか連れてってもらえるようになって、でそのタイミングでなんかブレイキングダウンっていうのも出たりするっていう風になって、うん、そこからまあ本当2年なんか毎日忙しくやってきたなっていう。そうだよね。なんかある意味休みほぼなかったよね。ほぼほぼそうですね。休みの日もなんか休みじゃないみたいな感じだったよね。休みなんかなかったよな。なかったですね。だから次来る人はもうだから本当に仕事バリバリやりたいですみたいなやつとか、もう休みいりませんみたいなやつだったらもう最高だよね。やっぱでも今までここまで来れたのは優勝のおかげですよ。いえ。なんか寂しいな。でもなんかコメント出会ってさ、なんかいろんな人に出会えたわけやん、コメント通じて、うん、いやそれでまたそのやりたいことに対してさ活かせればいいよ。やっぱ東京ってこんないっぱいいろんな人がいるんだっていうのも、うん、やっぱそばにいて感じさせてもらえたし、うん、その反面あの本当にちっちゃい会社でも、うん、こんだけ売り上げ作るの大変なんだっていう、うん、そっちもなんかそうだよ、感じたし初めて、うん、でもすごいな一人でなんかさ安泰を選んでないわけよ一人でやるって、うん、だからそれ俺からしたらすごいなって思うし、やりたいことももちろんいいことだけどやっぱ不安もあるやん、いろんな人に助けてもらったらいいなって。それもそうだけどなんかあの人に恵まれてるやん。本心言ったらやっぱもうやめてほしくはないけどね、うん、やっぱりここまで一緒に頑張ってこれたし、まあそうね、まあ、でもやめるって言っても、まあ、関係は続いてるってことなんで、うん、もちろんあれなんですけど、まあ俺自身足りないこともいろいろあったから、うん、勇者に迷惑かけたことも正直多かったし、うん、まあでも一緒にやれてよかったなって、うん、まあそうだね、素直に思うかな。僕もそうですね、この2年の経験なかったら多分全く違う人生歩んでたと思いますし、さらにもう僕いても分かるんですけどやっぱり会社もちょっとずつ大きくなってきてるので、でやっぱりいろんな事業も同時に始まってたり準備してるのが多いので、まあこのままいたら本当に1年2年で僕もう信じられない額稼いでたのかなと思うんですけど、まあそこはやっぱりもちろん僕の力が大きいわけではないので、僕でもどれぐらいできるのかっていうのをちょっと挑戦してみたくて、あえてこのタイミング、うん、あの会社がぐんと成長する前のタイミングで、うん、ちょっと自分個人で挑戦してみたいなって、うん、まあなんかそれは本当にねシンプルに応援してるんで、うん、頑張って頑張ってほしいな、頑張って思います。ありがとうございます。退職金だよな。はい、退職金あんの。え、手当てしですか。ありがとうございます。おめでとうございます。1000円。1000円。ありがとうございます。うわ、やめんのか、ガチでやめんのか、きついな。まあ本当に、これからね優勝が、もっと人としても会社をこれから起業していくっていうことなので、うん、成長していってほしいなと思います。起業って本当に結構苦しい。俺も今それ本当に結構ダイレクトにいろいろ感じてて、うん、中途半端に起業するくらいだったら本当しない方がマシだったりするんだけど、まあ、それでもなお優勝が、頑張ってやっていきたいっていうことであれば本当にそれはシンプルに応援したいし、まあ、それでもなんかちょっと諦めたい戻ってきたいですってなったらそれは優勝しては待ってたいなっていうふうにも思うんで、ね、優勝も多分初めての多分挑戦なんじゃないかな人生で、はい、僕と一緒にいたことによってその会社経営とか起業したいっていうところの選択肢が広げることができたんだったら一緒にいる意味もあったのかなと思うので、僕自身はすごい彼の挑戦が嬉しいのでこれからも頑張っていってください。ありがとうございます。頑張ってね。頑張ります。じゃあそれに対して、はい、マネージャー募集しております。概要欄の方にリンク貼っておくのでぜひそちらから申し込んでみてください。結構ねきついこともあるかもしれないですけど、楽しい会社なんでみんなでわちゃわちゃしながらみんなで頑張って稼いで、ね、この会社をもっと大きくしていきたいメンバーを募集しているので皆さんぜひお待ちしております。以上、小宮でした。ありがとうございます。